でもなんか俺三笘シュートあんまり入らない原因俺ちょっと分かった気するんだけど。嘘。あの三笘ってさ結構股関節の真下にさボール置くじゃん。ドリブルもさ隠しながら。あ足元入りすぎてるの。そうそうそう。だから結構ダフり気味になるじゃん。あ確かに。あれでもドリブルとさパスはさあれ騙せるんよ相手のことを。そう。ただシュートってさやっぱり置きどころで変わってくるじゃん。威力ね、威力とその当て感というかさ。あ確かに。そう。だから近い距離は多分股関節の下にボールを置いてても、うん、強く出せるじゃん。うん、アウトでもインサイドでも。でシュートってまたちょっと違うんよね。だからでもその置きどころってさ、うん、ドリブルとかはめっちゃいいよね。そうドリブルとその狭いところでの行ってたやつだよね。そうそうそう胸先行ね。そう胸先行、うん、そうあれはそう狭いところでのパスもあれでいけるんよ、うん、じゃあ足元入りすぎなのか。そうじゃあシュート打つ時だけその間合いから出さなきゃ出さなきゃいけないよね。なるほどね。そうって考えるとさやっぱあのボーンマス戦の得点とかもさ、うん、三笘もゴールにパスみたいな感じじゃん、うん、そうそうそうだからなおさらゴールに近い方がいいよね。そうなの、ね、三笘そうってなるともうもっと中で勝負してもいいかな。だから本当にゼロトップあるんだよね。そうそうそう三笘ね。だってシュート確かに確かに。うんそうそう。で俺は結構三笘のシュートのシーンとか見ててあの入ってるよね結構ね。そう結構そうあの軸足とボールが近いというか確かに確かに。股関節入ってるよね。ドリブルからのシュートだから、うん、あのすごい気持ちも分かるというかこれも確かにそう相手に取られない位置に置いてるのは分かるんだけどシュートってなると置きどころがもうちょいボール外でもいいのかなみたいな。でもやっぱそう考えるとやっぱチャンスメーカー要素あるよね。そう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 考えるとそうパスさその代わりパス近くで出せるじゃん。そうそうそうパス速攻で出せるじゃん。速攻で出せるからね。三笘やっぱカカよ。確かに、うん、チャンスメーカーなんじゃないやっぱ三笘って。あそうかもね、うんうん、だからレスターの時とかは結構触れてたもんね、うん、そうそうそうあのカットインしたタイミングでさそうその自分の懐から出せてたじゃん。ボールが出てからで振ってたから、ね、振ってたから確かに。だから思いっきりカットインした方がいいのかもね。あそうね三笘からしたら、うんうん、でもまあだから取られないっていうのもあるんだよね。そうそうそうなんだよ。だから三笘は見えすぎてて、うんあえてそこに置かないから、うん、そうシュートの時ちょっと詰まるっていう要素があるかもしれない。確かに、うん、だからマジでカカだね。そうがまあキーパー1対1まで行って、うん、行ってチョンみたいな、ね、チョンだね、うん、どちらにせよライン間入ってほしいね。そう結局ね結局、うん、そうキックフェイントね足元入りすぎてキックフェイントを引っかからない可能性もあるというか、うん、確かに田中は言ってたからね、うん、三笘ここにボールあるからそう触っていけないって、ね、そうそうそう胸が前に出てドリブルとパスはもう完璧だからね。そうそここにあるからね。そうあれすごいよね。確かに取られないドリブルだね。そう取られないマジで、うんうん、フォーデンもすごいよね。あフォーデンやばい。フォーデンもさ普通の人こうだけどさ、うん、こうでここ置いてるもんね。そう斜めに走ってくもんね。そう刺さってんだよね、うん、なんかもうじ斜めに人がこうやって、うん、スキーみたいな、ね、そうそうそう本当にマジフォーデンマジすごいよ、ね、いやフォーデンすごいよなあれ、うんうん、胸から体入れてなんかスルスルっていくもんね。そうだからそこまでこう太い選手じゃないじゃん。そうそうそうそれでもやっぱ相手の前に入っていくからね、うん、あれは上手ですよ。いやフォーデンすごい、うん、本当に本当に胸取り結構上手い人いるよね。上手い人いる、うん、フォーデン、まあ、パッと出て思い当たるのがやっぱフォーデンぐらいか。そうね、フォーデンぐらいか。フォーデンはあれガチ天才だけどな。やばい。やっぱりあのシティ戦の時もさ、うんうん、やっぱフォーデンだよね。別格だったね、うんうん、やっぱライン間でも繋げられるしさ、うんうん、しかもあれで速いじゃん。そうアジリティあるしそうあと意外と競り負けないよね。そうなんだよね。あれなんなんなんであの技術でさあの細さであんな速いん。そうあとメンタルも結構強いよね。あそうあのガンガンいくじゃん自分よりでかいやつに。そうだベルナルド・シーバーもそうだよね。あそうだね行かれてるもんね喧嘩売るもん、ね、喧嘩売るあの自分より体格3倍ぐらいのやつとかに、ね、喧嘩売るもん、ね、喧嘩売るもんね。やばいよ本当に、ね、そのメンタルあればライン感で余裕だもん。確かにね間違いないよ。自分との戦いだからさ、うんうん、ライン感は、うん、そうねもう勝ってるもんですね自分に、うん、シティの人たち全員自分に勝ってるから、ね、そうねそれが強い秘訣でもあるよね。強い強い。あサネもそうサネだあレロイサネだサネもそうだ。いやサネそうよあれそうだサネが一番そうよ。一番そうかもね、うんうん、あれもすごいよ、うん、姿勢いいし柔らかいし速いし、ね、強いし姿勢だけ見ると硬そうな人だもんね、うん、姿勢良すぎてでも柔らかいっていうね。だって三笘左利きにしたのサネじゃねえだって。確かに結構確かに、うん、三笘左利きにしたらサネだもん、うん、そうだ、うん、三笘とサネは俺の中で鏡で、うん、クリスティアーノ・ロナウドとベイルも鏡、はいはいはい、鏡ね、うん
わかるわかる。確かに。あ、サネそうだ。ね。いや、リバプール強いよな、やっぱ、ね。いいサッカーだし、面白いし。うん、ね。あと、町田さ、うん、ユニオンで今、いいじゃん。ああ。町田俺、ブライトン呼んでいいと思うけど。ああ。あの、ユニオンだってブライトンの持ち物じゃん。ああ、確かにね。うん。いや、町田めっちゃいいよ。いや、可能性あるんじゃない？ある。ね。強いし、柔らかいよ、結構。うん、左利きだし。ね。だから、やっぱり、デゼルビの中でその日本人の株多分上がってるじゃん、絶対。上がってる。多分見てると思うよ。いや、町田俺ガチありだと思うけどな、うん、どこもさ、やっぱりリバプールとかもそうだけど、やっぱ結局三笘が行くってなるとさ、やっぱルイス・ディアスとか、なんならジョタとかもさ、できるじゃん、うん、やっぱ層厚いよね、やっぱりね、うん、でかといって、ね、今三笘取るってなるとめっちゃ価値高いからさ、そうだね、それでベンチ置くってなるとやっぱりリスト外になるからさ、うん、難しい。だってユナイテッドってやっぱラッシュフォード、うん、やっぱラッシュフォードすごいもんね。すごかったね。本当に。うん。三笘もすごいけど、そう。ラッシュフォードやっぱすげえもん。すごいね。うん。いや、うまいとは知ってたけど、そうそう。知ってたけど、やっぱりフルでさ、対戦してみると、もう想像の5倍うまいもん。うまかった。うん。マジで。すげえ。あれすげえよ。うん。やっぱ左ウィングすげえよな、どこ。そう。やっぱムドリクとかもやっぱすごいもんね。いや、俺はムドリックあれ相当化けると思うよ、うんうん、お、三笘インタビュー、お、なんて言ってんの、聞きたいね、聞きたい、可愛いな、三笘ね、あ、板倉ブライトン見たいね、あのファンヘッケじゃん、だってもう確かに、確かに、本当に三笘って俺らの年下なの、やばいな、やばいね、離婚したでしょ、うん、すげえな、あ、板倉手術だよそうそう、手術でもそんな重い怪我じゃないんだよね、なんか関節の関係上なんかその手術しないとなんかダメみたいな、あ、なるほど、そんななんかめちゃめちゃ重症とかじゃないよね、確か、うん、しないとダメみたいな、え、三笘自分の意思で中に行ったって言ったらしい、今、え、マジマジ、いや、え、激アツじゃん、三笘ってことはもう次回からも仲よ、いや、そうじゃん、三笘自分の意思で中行ったん、いいぞ三笘反抗してきた、もういいじゃん、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 三笘だってまだデゼルビはあの中は早いって言ってんの、そうだよ、それでも自分の意思で仲いいって言ってんじゃん、そうだよ、熱っ、熱、いやでも反抗期来た、いや三笘でも絶対そっちの方がいいよね、マジで多分ライン感自分でも思ってるよね、思ってるね、俺ライン感うめえわね、うん、絶対思ってるよ、うん、柏さん200円スポットありがとうございます、ユニオンとブライトンは FFP のせいでチーム会員席に相当制限がかかるみたい、だから町田席もすごい、そうなんだ、そうなんだ、制限かかるんだ、あ、なんか知ってるわそれ、そうなん、うん、なんか、いや、ブライトンよかったね、いや面白かったよ、久々の勝ちだしね、ほん、あ、確かにね、そもそもが、そもそもね、うん、うん、ただやっぱ三笘が中入ったら勝てる可能性、うん、そう、団地で上がるね、団地で上がる、マジで、マジで、うん、三笘ライン感ですわ、うん、いや本当もうこれで分かったよね本当ずっと言ってますから、ね、ずっと言ってるけど、この、FC はねこのチャンネルはそれしか言わないもんね、いや本当そうだと思う、ね、まあ中つかまあ最後の内側、そうそ う, そうサイドですからね、そう、中ではないですから、ということで、はい、また次回の動画と配信でお会いしましょう、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、中だなみたいな、中でしたね、マジで。